はい、MC の翔太です。本日も一般的には知られてない体の秘密や可能性を楽しく紹介させていただこうと思っております。はい、で本日のテーマなんですけども、頭ですね、頭をスッキリさせてパフォーマンスを改善する方法についてですね、紹介していけたらと思っております。なんかね、パフォーマンスがうまくいくときってすごい頭冴えてるときってありますよね。周りがすごくよく見えるとか、体が軽いとかね、そういう時ってね、大体頭が冴えてる状態、頭がすっきりしてる状態なんですけども、逆に頭がね、こういろいろ考え事が増えて、もう頭の中が濁ってきてですね、そんな状態の時っていうのはどうしても体がね、固まってきてて周りも見えないし、なんだか体もぎこちないってことが起こっちゃったりとかしますので、この頭をね、すっきりさせていく、要するに脳疲労を改善していくってことは非常に大事なんですけども、じゃあどうすればいいかっていう話になってきます。で、まあそのいっぱいね、方法というのはたくさんあるんですけども、その中の今回のね、一つですね、紹介してきたらと思っております。では始めていこうと思います。はい、では始めていきますね。頭を整理してパフォーマンスを改善する方法ですね、要するにこれですね、脳疲労がたまると全体的に体って、ね、緊張したりとか、緊張するだけじゃなくてアラメントも、ね、崩れてくるんですね。体のバランスまで崩れてきてインナーも効かなくなってきてという形で、非常に動きにくくなってしまいます。でこの状態をスッキリさせようと思ったらですね、いろいろね、あるんですけども、今回テーマにしているのは感情面です。これですね、これ今不安って書いてますけど、喜びでも怒りでも何でもいいんですけども、実はこの感情面の整理整頓っていうのも実は非常に大事です。一般的にですね、頭が混乱している時ってどんな状態かというと、じゃあ自分がどんな気持ちになっているかっていうのが結構分かってないことが非常に多いです。で、なんとなくひっくるめて、ああ、ストレス感じてるわ、しんどいわ、みたいな、そういうなんかざっくりとした印象だけで感じててですね、実際に自分が例えば本当は怒っているのかとか、例えば、その人に対して怒っているのかとか、実は人に対しては実はそんなに許容量があってて別に怒ってないんですけど、実際にやってることに対して怒っているのかとか、実は怒ってるんじゃなくてただ不安だっただけとか、ただ嫉妬してただけとか、そういうふうに、自分の中のこの感情面の整理ですね、ここの整理がついてなくて、なんだかわからないけど、もやもやしている状態、ストレスを感じているみたいな状態だとですね、頭って、ちゃんと処理できないので、ぐる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 回ってですね、頭がどんどん疲れていく形になっていきます。で、これが、パーンと、私今ちょっと不安なだけだな、とか、わかるとですね、これだけで頭の処理ってね、こんなにぐるぐる回らなくなくて良くなるので、頭の疲労ってすっきり、スッと落ちます。負に落ちるみたいな感じですね。あ、そっか、みたいな。ひらめいた、みたいな感じです。悩み事がずっとあって、ぐるぐるしてる状態と、あ、なるほど、そういうことか、みたいな。こういう違いですね。そういうことかって分かってる時っていうのは、頭もすっきりしますので、体の緊張もスッと抜けたりとか、姿勢の崩れとかもスッと戻って、インナー使いやすくなったりとか、パフォーマンス剥げやすくなったりってことが起こったりします。なのでですね、あなたがやっていただきたいのは、この感情面がぐるぐるなってる状態、なんとなく感じてるストレスっていう言葉にね、騙されないで、こっちですね、こっちをしっかりと洗い出していくってことが大事になってきます。本当ね、よくあるのはストレスが何残ってるのかな、こっちに行くことあるんですね。ストレスが何残ってるかって外向きにやることあるんですね。仕事かなとか、試合かなとか、コーチかなとか、親かなとか、友達かなとか、そういうふうにそっち外に行くことはあるんですけども、実はこのそもそもストレスっていう言葉ですね、この言葉の中に感じている自分の状態性、自分をまず知る、こっちを、ね、やってもらうだけでも、この外に対処しなくてもね、ここをやってもらうだけでもだいぶね、頭の疲れとか疲労とか取れたりしますので、ここですね、この感情、自分はどう感じてるかっていうのをですね、まずはしっかりと認識していただくのが大事になります。はい、ということですね。またね、ちょっと感情の認識のワークとかちょっとね、これやっていこうと思うんですけども、その前にですね、まずそういう感情面ね、頭の状態がどれぐらい体に緊張を及ぼすかっていうのをね、簡単なテストで、ちょっとやってもらおうかなと思っております。例えば手とかね、軽くこうやって上げておいてもらって、で、ものすごく嫌いな人の顔とか想像して上げてみてくださいと、綺麗に多分重たくなったりとか、上げ方がこのアウター用になったりとかってことが起こっちゃったりします。逆にすごく好きなこととか好きなもの、好きな人とかを想像してもらって、ストレスですね、ない状態にしてもらって上げてもらうと、肩が軽くなったりとか、アウター用じゃなくてインナー用に上がりやすくなったりとかとか起こったりします。よくよく観察すると筋肉の張りまで変わってきたりとか、アライメントもその感情、ちょっとした意識ですねすいません、いいイメージと悪いイメージとかだけでも体ってすごく敏感に反応したりします。
でこれ全くね把握しない人っていうのはもう行くとこまで行って固まってます。もう正直もう固まっちゃってるんで、やっぱどっちにしようが反応しないってですね、ある程度振り幅がある人はそういった感じで、動いていくって方が起こってきたりします。なのでですね、まずこの感情ですね、頭の状況っていうのは何これぐらい影響するんだなっていうのを知ってもらって、やっぱり頭をねすっきりしないといけないな、どうしたらいいかなっていう時に、まあちょっとね以前ですね紹介させてもらったこれですね、プルチックの感情の輪っていうワークですね。今まあ以前ね、ゲストに出ていた古川浅野さんに教えていただいてから、うちのお客様までもですね、まあ、何人か試していただいてまして、やっぱまあ結構いいなということなので、まあ再びですね、まあ、今回こういった動画で紹介させていただこうと思っております。もう一回ですね、復習ですねやっていこうと思うんですが、まず今の状態ですね、肩の状態とか、まあ、首でもどこでもいいので腰でもいいのでちょっと動きやすさとかチェックしておいてもらいます。で今から今の自分の感情について、これでこの表にねいっぱいいろいろ書いてるので、どれかを一回見てみてください。一個ずつ指差ししながらどれかなみたいな。でこれも結構直感みたいなんでですね、もうあんまり難しく考えて、うん、これかなこれかなとかやると、またねまた感情ってずれてくるので、なんとなくあどれかなみたいな感じで、あこれかもみたいなんで全然いいので、そういった感じでまず指差しでビビビって見ながら、自分はどれかなって一回見てみてください。はい、ではですね、一回自分の感情についてね、振り返ってもらいますね。はい、ちょっと見えるかな、こんな感じですかね。はい、で、もしまだね、見に切れないなっていう方はですね、ちょっと一回動画止めていただいて、自分の感情について振り返ってみてください。どれかなって見てください。で、大体自分がどの感情か分かったなーって、まあ大体それかなっていうのが分かれば、それで OK ですね。いけますかね。はい。はい、いけましたでしょうか。で、自分の感情がね、大体、あ、今こんな感じで思ってるんだなーっていうのがですね、分かれば、まあもう一回手とかね、肩とか、一回こうやって動かしてみてください。で、あ、なんかさっきよりも動きがやりやすくなったなっていうことがあれば、OK。という形ですね。今は、自分の感情についてちょっと整理がついた、頭がちょっと、疲労がですね、リラックスできて、それによって体が抜けたという形になってきます。まあ、こういったことがね、感情が分かると頭の中が整理整頓しますので、まあ、普段ね頭の中っていう場合はいろんなこう感情があるわけですよ。まあ、仕事についてこの人にとってはこう感じてる、仕事についてはこう感じてるとか、例えばプレイしてる時とかも相手に対してはこう感じてる、味方に対してはこう感じてる、監督に対してはこう感じてるとか、もうね、いっぱいいろんな感情があって、もうごちゃごちゃになるわけなんですね。すごく日中とかも日々ね、すごくごちゃごちゃになってるので、まあ、散らかった、つけみたいになってるわけですよ。それをちょっと確認してもらって、ちょっと整理整頓する感じですね。一回散らかってるのをちょっと整理整頓してあげると、頭の疲労をふって抜けるので、それによって体がふっと力が抜けて、スッキリするっていう感じですね。で、動きやすくなったりとかするっていう形になっていきます。なのでですね、まあ、本当に、日々ですね、まあ、こういったことでチェックしてると、まあ、こういったことが簡単になってくるわけですよ。で今やってもらってすぐできた人っていうのは実は、ね、意外と問題ない人なんですね。パッて見て、あ、私これだとか分かる人っていうのは実はそういう感情のフィードバックがいい人なので、意外とね大丈夫な人なんですけども、パッて見て分からない人ですね、どれかな、どういうことみたいになってる人ほど、こういった感情の整理みたいなのがねついてない人ですね。日頃ずっと抑制してる人ですね。自分の感情を押し殺したりとかして、いやこうすべきだっていう気持ちがすごく強い人ってのは、余計こういうのを整理してなくことによって頭がパンパンになってカチカチになってる可能性すごくあるので、そういう人ほどぜひねしっかりと振り返っていただいて、腑に落ちるところですね、あ、私ってこう感じたな、自分ってこう感じてたなっていう頭整理ですね、やってもらうとね、今までこうずっと考えて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 、こう自分でこう体を固めたところがフッと抜けて、思わぬブレイクするですね、体がスッと抜けたりとか、今までよりも動きやすい感じになったりとかすることができますので、ぜひともね、この辺感情の問題っていうのは非常に重要になってきますので、ぜひともやっていただければと思っております。はい、ということでね、なかなかね、感情の問題って分かりにくいことだと思いますね。以前、まあ、動画出した時も、なかなか分かりにくいっていう意見とかもあったりとかしてます。それがそうだと思うんですよね。ただまあ私個人としてはですね、ということは逆に言うと周りの人がほとんどやってないことだということもですね、そういうことなんですよね。認識しづらいということはみんな誰もやってないということなので、まあ、ここにはですね、まあ、非常にブレイクスルーがある可能性があると。みんながやってないことをやることによって人にはできない結果出す可能性がありますので、
まあ、ぜひともね、あの周りの人から、まあ、ちょっと一歩抜け出るためにも少し、一度取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回はね、これで終了させていただこうと思っております。インスタの方はですね、YouTube で出したい動画とか出してますので、またそちらの方もね、チェックフォローよろしくお願いいたします。ゆるむ整体に続いて知りたい方は、ホームページの方にもいらしてください。はい、ということで、今回はこれで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。